はい。ということで、下克上フリーターでございます。今日はね、下北半島、青森県に来ております。ここをね、ドライブで一周するという、今回の旅で電車、鉄道は出てきませんので、ご承知おきください。はい。ということで、ここがね、海。そのまんま海ですね。ちょっとね、こう立ち寄りスポット的な感じであったので、車を止めてみました。海の底に、林だったところ、森林の跡が残ってるらしいですね。ちょっと見えないけど、引き潮になると見えるんですかね。という珍しいとこでもあるそうです。寒い。はい、車に戻ります。はい、ここはね、川内ダムというところなんですが、見てください、これ。なんとね、あれ、水放出してるんですけど、放出、流れてるのがこれ雪なんですよね。すごいな。なんか小麦粉とか、片栗粉を、なんだろう、サラサラサラってやってるような、そんな感じですね。面白い。貴重なものが見られました。はい、ということで、今は仏ヶ浦の駐車場にいます。俺以外に誰もいない、やったぜ。ということで、冬はね、多分あんまり来る人がいないんでしょうね。あのトイレも閉鎖されてました。そして、ここから、駐車場の脇からですね、あの遊歩道があって、あの仏ヶ浦の海の方が、見れるということなんですけど、このようにね、熊の出没がたびたびあるみたいで、ちょうどもう冬眠から覚めてくる頃かなって思いますんでね、ちょっと心配ですけど、まあこうやって時々声を出していればいいかなって思います。私このクマ、月の悪魔にしたらいかつくないですかね。ヒグマじゃないのかな、これ。まあいいや。はい、ということで遊歩道を進んでいきます。程よくね、あったかくなってきました。なので、上着は車の中に置きっぱにしてます。これが保安林について、結構ね、この林っていうのがね、あの鉄道の防風林もそうなんだけど、かなり重要になってるそうです。やっぱ風とか雪とかそういったものから守ってくれるシェルターのような、役目をしてるみたいですね。そしてで、こう休憩所とあるんですが、ここね、この建物ちょっと暗いな。開いてるのかちょっと微妙ですよね。どうやら開いてないようですね。多分前は休憩所として使ってたんでしょうけど、まあ老朽化だったりいろいろな事情で、今は使えなくしてるみたいですね。はい、これ鳥獣保護区とありますね。結構この鳥獣保護区って山でいろいろ見ると思うんですけど、これはどういう意味なんでしょうか。ということで、俺はね、一応あの罠だけなんですけど、狩猟免許を持ってます。なのでこれの意味はね、ここで狩猟しちゃいけませんよっていう、ただそれだけです。まあちょっとここにいる、まあ、動物たちは
ちょっとね、数が少なくなってるから、保護するために取らないでくださいっていう、大体都道府県の、県知事の許可で、そういった、区域を指定できるみたいです。あったかくなってきたとはいえ、ちょっとやっぱ風があると寒いですね。ただ、自分暑がりな方なんで、ちょっと、まあ、こんぐらいでいいのか。歩くからちょうどいいか。今手ぶれとかどうですかね。今ジンバルカメラフィミパームで撮影してるんですけど、なかなかいいんじゃないこれ。ただ暗さとかそういうのには弱かったり、明るさ暗さ撮影してる途中であんまり変えられないっていうのがね、ちょっと自分としては一番ネックかなと思ってます。あとはズームもできるけど画質が弱いのとちょっとカクカクになっちゃうところですかね。それ以外は申し分ない、画質も 4K だし、何よりこの手ブレとジンバルの動きが、絶妙ですよね。ちょっとまだモードとか慣れてないので、時々変な撮影になってしまったらすいません。はい、ということで、だいたい歩いて5分ぐらい、俺の足でですけど、海が見えてきました。おぉ、ちょっとこっからでもね、わかるかな。なかなかの迫力というか、ああ、崖だ。っていう感じ。綺麗だな、しかし。ちょっと手がかじかんできたな。寒いな。やっぱり。はい、ということで、ここが、休憩所ですね。おお、なかなか削られた、なんだろうね、モアイ像みたいな形した岩が。ここから、ここが休憩所兼展望台ですね、多分。おお、いいじゃない。いいじゃない。手袋忘れたって話、致命的だったな。かじかむな、やっぱ。滑りますのでご注意ということで、気をつけていかないと。ちょっと階段になりましたが、急は急ですね。気をつけないと。登山みたいな感じだ。やっぱ気温もそうだけど、風が強い。やっぱ海のそばだからかな。幸いに雪は積もってないので、この辺は良かったって感じですけど、やっぱちょっとね、この木が正直言っちゃうと邪魔だなって感じだけど、まあこれはこれでしょうがないのか。もしこの辺はまだ寒いのか、花粉があんまり飛んでないですね。花粉症のね、自分としては助かる、本当に。よいしょ。はい、また階段か。あれも海の、色かなり鮮やかになってきましたね。手前のやつなんかエメラルドグリーンですけど、この後ね、大間崎にも行く予定なんですけど、そこのお魚マグロが有名なんですけど、早く食べたいですね。やっぱりまだまだ寒いので、脂の乗りはいいんじゃないかなと思います。
まあそんな話はさておき、お、なんだこの岩、なんか変な形してるな。お、ここはスズメバチが、岩の上の方に出るらしいですね。まあ今は、冬だからまだまだ出ないんでしょうけど、刺激を与えないようにということで、ね、お、これはいい、すごい。ちょっと見づらいかな。ちょっと足踏み外すと危険ですね、下。こんな感じになってますが。もうだいぶ降りてきました。もう、あとちょっとで、海岸線まで。そこからも遊歩道が続いてるみたいですね。そしてこの建物、これお寺か神社か、やっぱ仏ヶ浦っていう名前だからお寺ですかね、これ。あ、お地蔵さんがいらっしゃいましたね。そう、今日撮影してるのが、2021年の、3月11日、東日本大震災から、今日でちょうど10年になります。遊覧船にも乗れる、なんか管理塔って書いてますね。これからこれがお寺みたいな。ちょっと何の時間になったら黙祷をしようと思ってます。まだまだ復興完全にしたとは言い切れないですからね。しかしどんどん、地域がまた復興してみんな元気に暮らしていけたらいいなと思いますね。ということで、これが、岩、何岩っていうのかちょっとわからないですが、はい、これですね。なんか潮だまりみたいなのもありますよ。すごい透き通ってる。透明度が高いですね、これ。さすが。そしてでかい。この大きさですよ。いや、この絶景独り占めなんて、なんて贅沢なことでしょう。いや、これは本当感動だな。来てよかった、マジで。皆さん絶対ここ死ぬまでに一回は来てくださいね。これ絶対後悔しない。いいいい、なんか洞窟みたいな。すげえ、めっちゃテンション上がるわ。珍しいね、俺のテンション上がってるって。この波打ち際の感じをね。あ、これ緑だった。ちょっとね、この辺ゴミ浮いてますけど、こっから遊覧船に乗るんですかね。本当に鮮やかな色してますよ、俺。
や夏で暑かったらねこれ飛び込みたくなるぐらいね綺麗な感じなんですけど、さすがに今まだ冬寒いのでさすがに死んじゃいますねこれ。いやこれはすごいわ。あ、こうやって波がこうやってこうやってザバーンみたいな、あの東映のね映画みたいなあのシーンですよね、まさに。いやはやびっくりだな。そして、美味しい魚も、この海にたくさんいることでしょう。もうね、言葉じゃ表せないね、もうこれ以上。素晴らしいの一言だけです、これは。いやー、本当に来てよかった。何回も言うけど。はい。今回の旅の第一番のメインですね。ここまで電車来てりゃ完璧なんだけど、まあさすがにそこまで言うと、贅沢ですしね。多分、お客さん多く来すぎちゃうと、あんまり、なんだろう。ここまでの自然は保たれなかったのかもしれないですね。なかなか難しい問題です。はい、ここはね、あの上の道路沿いの、駐車帯になるんですけど、ここに軽いちっちゃい展望台みたいなとこがあったんで、ここ見えるのがさっき、自分がいた仏ヶ浦の、麓というか下の方ですね。岩掛岩っていう岩です。あと普通の岬に見えるんだけど、近づいてみるとかなりでかいらしいです。はい、ということでここで、食事させてもらいました。マグロ丼めちゃめちゃ美味しかったです。ぴったし3000円でした。ちなみに、旅館もやってるみたいで、素泊まり3000円、これもマグロ丼と同じ値段みたいですね。はい、ということでね、いよいよ、本州最北端の地、大間崎に、いよいよ、着いたわけです。ここが、本州で一番北の岬ということになります。そして一番、北の陸地ですね。奥の方に見えているのが、北海道の函館市となります。本当に思えば、遠くまで来たもんだということでね、よく、東京から普通列車もしくは快速列車のみでここまでやってきたわけです。あのきついロングシートをねということで、この日観光客は少なかったんですけど、まあ大学生のね旅行卒業旅行者っぽい人たちが来てました。そういえば俺の、大学の時の卒業旅行も、東北青森の方に行ったなっていうことを思い出しね、あの時はタッピ岬とかのあっちの方に行きましたけどね、それをちょっと懐かしみながら、一人で感傷に浸っていたところ、ちょっとね、寒くなってきましたが、
撮影は続行して、この最北端を味わっている最中でございます。やっぱり海はいいね。日本人って海と共に生きてきたんだな。うん、当たり前か。はい、ということでここが、最北端の地の、日がありまして、いよいよこのなんていうかね、今週最北端ということを改めて実感させられます。そしてね、ここね、なんかじゃんけんっていうか、このドラクエでいう窓ハンドみたいな、手があるわけですけど、これと、大間崎有名の、さっきもね私がいただきました、ね、マグロですね、有名、大変美味しそうなマグロがモニュメントになってます。特に、秋ぐらいだったかな、秋だか冬だか、一部の本当に一時期だけの、マグロは本当に、トロが多くて脂身が多くて、美味しいということですのでね、またぜひその時もね行きたいなと思ってます。おっしゃ絶対行くぞ。おっしゃ、あと今回はね行けなかった、恐山にもね、また行きたいなと思ってます。ということで、今回はここまで下北半島をドライブさせてもらいました。ご視聴ありがとうございました。下克上フリーターでした。チャンネル登録をよろしくお願い申し上げます。ということでね、終わり。